はい、今回は幸せになる具体的な方法と幸せは考え方で決まるという件、こちらを考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、このような話をですね、たまに聞かれるんですけど、まあ、僕は得意ではないんです、すみませんということで。 まあただ、ですね、まあ、リスナー様がいつも聞いていただいて、まあ、とてもあの感謝しておりますので、えー、まあ何か、ね、少しでもお役に立てることはお伝えできないかといろいろ調べていたところですね、まあ、いくつかのまあ情報を見つけて、えー、まあおそらくこのようにえまあできれば過ごせれば幸せになれるんじゃないかという、まあ、そういったまあ話なんですね。で多分聞いていてただければ。 まあ納得していただける話なんじゃないかと思うんですよ。別にあのおかしなことを言うわけでもないし、ね、別にお金がかかるとか、そんなことを言うわけでもないんですよ。考え方はまあ一つと、うん、いうことなんで、まあ、ただその考え方がなかなかむずいなって思うところもあるかもしれないということで、えー、今回こちらの件ですね、考えていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあ、SNS に、ね、投稿されている、まあ多分一般人だと思うんですが、一般人がいろいろそれぞれのお考えをあ投稿されていて、 有益であるなと思うものがありましてでまず、ですね、えー、幸せになるための16の項目っていうのを、まあ、見つけたんですねで。それをまず考えていこうと思います。でこれも別に、うん、最もだなと思いますし、で今度その後にです、ねえーまあとに考え方次第で決まると、まあ、そういったことを考えていきます。まず、この16の、まあ、項目ということで、ですね、まあ、こ,これはわ、まあ、からない、賛否両論があるのかもしれないんですが、 正論を言っているこの16個の項目だと思います。1つ目ですね、早寝早起きをできる人、早寝早起きの人ということですね、2つ目が仕事を楽しく、一日を楽しく過ごせる人、3つ目が義務と権利をはっきりしている人、4つ目が礼儀と時間をきちんと守る人、5つ目が人も自分も尊敬できる人、 6つ目が素直に反省し、えー、考えなどを改められる人この6つ目のですね素直にっていうところはあの後の,あの話にもつながっていきますので、えーまああのーまあ、頭に留めておいていただければと思うんですが、えー、7個目がですね何事も善意に解釈する人、えー、8個目が注意深く決断の早い人、えー、9個目が体も心も健康を常に心がけている人 10個目が質素、ね、でもお金をうまく使う人11個目が両親を大切にし恩に報いる人12個目が人に情けは厚く恨みは持たぬ人13個目が恥を知り嘘をつかない人この13個目もさっきの6番目の素直に反省し改める人と同じかもしれないということで14個目が信念を持ち辛抱強い人 15個目がどんな苦難にも耐えられる人、16番目が生きがいを求め承知にする人と、うん、何やらハードルが高いなって感じしますよね、まあ人によって、えー、まいろいろ思われるし、別にこのおっしゃってる16個の項目は、まあ、全て、まあ、正論というか、ごもっともだと思います。でまあ まあ皆さんも思うと思うんですが、まあ、難しいところがあるんですよ。そう幸せとかあ、まあねえーまあ何、やりがいとか、生きがいとか、そういったものを人っていうのは探すんですが、そういったものっいうのは目に見えない、形のないものなんで、えー、それを定義する、あるいはそれをです、ね、言語化して伝えるっていうのは非常に難しいんですが、まあ、この16個の項目っていうのは、 それをですね、なんていうんだろう、的確に表現していることじゃないかと、まあ、僕は思います。まあ、皆さんもそう思われるか,かもしれないんですが、そう思います。で、今度次なんですね、幸せは考え方で決まるということで、こちらの話はですね、聞いたことがある,かある方もいらっしゃるかもしれないんですが、えー、何かっていうとですね、も、え、のーまあ、をどう見るかっていう話なわけですよ。 物があないと判断するのかえ、物があると判断するのかという、まあ、話で、ですね、まあ、僕もこちらの話を、まあ、お話しさせていただいたことがあるかとは思うんですが、ちょっと確認ということでえいたしますが、まあ、例えばですね、えまあ、コップに、まあ、飲み物が。 半分入っているということをイメージしていただいてそれをどうやって解釈するかという話なんですね、えーまあ、まだあねコップに半分飲み物が残っているというふうに、まあ、肯定的に解釈するのかあるいはです、ね、コップに、えー、半分しかもう飲み物がないと否定的に解釈するのかという話なわけですよ、あのー、その事実というのは一つなんですよコップに水が半分というそれは事実で解釈が真逆180度逆になっているという、まあ、この話なんですね で幸せになっていこうと願うのであればコップにまだ水が半分あるという肯定的な解釈が必要であるえ多分こういった話だと思いますこれをですね、まあ、もうちょっと分かりやすくえ、まあねえまあ、上手に表現すると多分こうなるんじゃないかっていうえ、まあ、そういったあ、まあ、こちらも投稿されている方がいらしたんで、まあ、こちらの今度投稿文を投稿文というか内容を考えていこうと思います そもそもですね、まあ、幸せっていうか、まあ、願いっていうか願いは叶うとかあ願っている時点で叶わないとかなんとかどうのこうのって言いますが、まあ、そんなことも別にね、えーまあ、多分ないと思うんですよで多分あ。多分こういう話になるんじゃないかと思うんですね。 実は何か願う、あるいは実は何かがあればあ幸せになれるとかね、なぜ願いは叶わないのかと焦る、そしてそこからあーこう何か不安に感じていくっていうことで、 えー、これっていうのはあ、まあ、幸せからね、えー、ほど遠くなっていってしまうっていう、そういった話なわけですよ。まあ、その幸せっていうものに関しては形がないのでね、えー、これを持っていたらどうとか、あのー、当たり前ですけど、別にお金があったからといって幸せではないんですよ。まあ、それはないに越して、えー、あるに越したことはない、ないよりはね。 うん、ただ別にお金があるからといって幸せとかそんな話ではないお金があっても不幸な人っていうのはこの世界にいるわけですよで別にお金はそれほど、えー、なくてもお、ね、幸せに楽しく過ごされている方っていうのもこの世界にはそういった人がいるんですよ でこれっていうのは先ほどお話したものの考え方で、まあ、精神世界の話なんですよ。だから、まあ、皆さんも思っていらっしゃると思いますが、お金があるとかないとか、あと、まあ、なんだろう分かりませんけど、ね、家がどう残るのか、それっていうのはすべて物質世界の話なんですね。でこの今回話している幸せは考え方で決まるっていうのは、それは精神世界の話。どちらかというと精神論的な話なんですね。まあ、そうなると急になんかね、なんかスピリ出して、なんか怪しさを増すかもしれないけど、別にそんなことではないんですよ。ね ここの,、えーまあ、その投稿にはあるんですが、まあ、例えばこういったことですね、えーまあ、散歩していて、えーまあ、太陽が、まあ、暖かく気分がよく感じるとか、まあ、ご飯がおいしく食べれるとかね、えーまあ、お風呂に気持ちよく入れるとか、えー、布団に心地よく寝れるとか、まあ、そういったごく当たり前の日常のことといえばそうなんですがそういったものに注目するということですね。 だから別にその裏を返して言えばそういった日常を送れることっていうのは別に当たり前でもないしそういったことにあ,ありがたさとかあその、まあ、満たされる幸福感とかそういったものがあるっていうことなんですよ。その先ほどの意識考え方の問題を多分、えー、おっしゃってるんじゃないかなと思うんですね。 でえー、そういう、あるものを、まあ、見るといいますかそういうふうになるとですね考え方が徐々に徐々に変わっていって、えーまあ、何事もなせばなる、なるようになる、えー、そういうふうになっていくとでここからなんですがちょっと、えー、やや飛躍するというかぶっ飛んでいく話かもしれないんですがな,な,すなせばなる、なるようになると人の願いも徐々に、えー、叶い出していくということなんですよ。 これを、まあその、スピ的な考えでいうと、まあ、周波数が高くなっているとかっていうのかもしれない、しかし、その前提にはですね、考え方を変えたっていうことがありますし、あの素直に物事を受け止めているっていうことがあるんですねで。最初の方に話しました、素直に反省し、改める人っていう、その素直っていうのがあるんですが、大人になるとなかなか苦しいっていう部分もあるじゃないですか。 で幸せになりたいと願う反面ですね、えー、そういう素直さとか、そういうものがなかったりとか、物質主義的なものにとらわれていると、おそらくこういったことにはたどり着かないんですね。だから、幸せになりたいともし、えー、思われる、であるいは、まあ、リスナー様が、まあ、幸せに楽しく生きて、えー、い,いられれば、それがな何よりですし、まあ、僕もね、な、え、ん、ー、とかかんとか楽しく、まあ、皆さんのおかげで過ごしてるんで、と、えーままあ、いうことなんですけど、 <laughs> これって、えー、多分ね結構深い話なんですよ。 まあ僕はあんま深い話苦手なんで申し訳ないんですが、これ何かっていうと、幸せとか、あるいはですね、まあ、そのやりがいとか生きがいとか、そういったものっていうのは、実は目に見えないものなんですよ。ただ考え方一つで決まる。そして実はそういった目に見えないものこそが、人が探しているものと、えー、いうことだと思いますで。考え方がいくつもあるんですよ。別に一つではないから、今回僕がお伝えさせていただいたことがすべて正しいとそんなことは言いません。 いくつかあるうちの1つであり、えーまあ、そういった考え方もあると思っていただけるないしはです、ね、あこれってうのはいい考えじゃないかと、えー、思っていただけるそしてですね、まあ、このようなことをまあ、あのー まあ実行をされてみると、えー、よりよく、えーまあ、過ごせるんではないかと。だからまあその具体的な方法とかね、ああ、幸せになりたいなと言っても何をどうしていいのかっていう話じゃないですか。で、まあまあ、皆さんの中にはあんまりいらっしゃらないのか、あまいらっしゃるのかわからないですが、お金持ちになったら幸せかなって、そんな単純な話ではないと思うんですよ。っていう、まあ、あこの難しい内容に、まあ、ちょっと僕なりに話したので、えーまあ、何か 興味共感していただけるととこころがあればああ何よりですっていうことですたまにですねこういった話を聞かれるんですが非常に不得意ですし、まあ、難易度が非常に高いんでねうまくお伝えできないんですがああこのような一つ考え方はああ、まあ、どうかなと思いまして今回お話ししてみました具体的な方法というのは先ほどの最初の16個のことを覚えていただくその後はですね考え方の次第ということですね そのコップに水が半分入っていた時に半分残っていると肯定的に取られるのか、半分しかないと否定的に取られるのか、それによってその後全然変わってくると、そういったことについてお伝えしてみました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。